こんにちは、カエツシュラーのまさきです。また新しくメルカリで果物を落としてしまいました。今日はその果物をカエツシにしていきたいと思います。今日の漬け種はこちら。こちらはクコという果物でございます。はい、こちらが近くからの映像です。クコといえば、杏仁豆腐のてっぺんに乗っているあのクコです。杏仁豆腐に乗っているのは一度乾燥させたものをシロップ漬けにしたものですが、これは生のクコの実です。乾燥クコの実はスーパーですぐ手に入りますけど、生のクコの実は珍しいですよね。メルカリで見かけてすぐ買ってしまいました。突然このチャンネルの方針を言いますが、僕は乾燥した果物では果実酒は作らないつもりです。どんな果物も乾燥してしまったら本来の味が発揮できないと思うからです。クコはナス科であるそうです。同じナス科のトマトや唐辛子と同じようなオレンジがやや混ざった赤色をしていますね。ちょっと試食してみますと。かすかに、本当にかすかに甘みと酸っぱみがあるかなという感じの味です。そして香りは、端的には柿の香りがします。つまり総合的には素朴であまり特徴がない味です。種は小さくて噛みつぶせる柔らかさです。噛みつぶすと少し苦味が出る。でもなんだか後味にはビタミンがいっぱい含まれていそうな深みがあります。クコにはたくさん薬効が含まれているらしくて、漢方薬としても扱われるそうです。ちょっと中を開いてお見せしますが、皮が柔らかいし、種が小さく、果汁も結構ある。要するに潰れやすくて保存が効かなそうです。これは生の実が出回らない理由がわかりますね。種はやはりトマトや唐辛子などと似ていますね。果物の薬効は大抵種に含まれているはずなので、こんな小さな種に薬効が詰まっているというわけですな。インターネット上でクコの実酒と検索してみても出てくるのは乾燥クコの実をカエツシにしたレシピばかりです。生のクコの実をカエツシにした場合はどんな味になるのかとても気になります。では早速カエツシにしていきたいと思います。まずはクコの実をたらいの中で泳がせるように洗っていきます。ここでちょっと一部を使わずに残しておきます。後で別のことに使いたいですので。次にザルに乗せていきます。クコの実は小粒なので泳いで逃げていきます。もう金網に開けちゃおう。そしてお皿にキッチンペーパーを敷いて、クコの実を並べて自然に水気を切ります。クコの実を炒めるかもしれないので上から拭きに行くことはしないです。水気を切っている間に瓶を用意します。いつもの小瓶に 130g のグラニュー糖を入れます。そしてホワイトリカを 470ml、 入れました。
あとは果物を液面が瓶の口に迫るまで入れていくだけ。そう、入れていくだけなんですが、ここからこのチャンネル史上最大の面倒くさい工程が始まります。なんとこのクコの実のこのヘタを一個一個ハサミで切り取らなければなりません。ヘタが入ると雑味が出るから。ヘタを引っ張って実から離せばと思う方もいるかもしれませんが、そうすると種もヘタと一緒に抜けてしまって実が崩れるのです。なのでちまちま切っていくしかない。500粒以上はあるんじゃないかな。はぁ、はい、やっと一皿目が終わりました。続いて2皿目。なんか美味しんぼ五感に登場した美味しいご飯を炊くために大量の米の中から良い米と出来の悪い米を選別した元村さんの気持ちがわかる気がします。あるいは良い子の2人が無人島で地練りを作っている時の気持ちも。はい、2皿目も完了。では最後の1皿。とうとう液面が口のところまで迫りました。疲れた。はい、てなわけでクコ酒の漬け込み終わりました。クコ自体の味は素朴なようですが、様々な薬効を持っているということは、いろいろな成分がクコの中には凝縮されているということではないでしょうか。地味ながらもコクのある味がにじみ出てくるかもしれません。クコだけに。最後までご視聴いただきありがとうございました。これで今日の動画を終わりにします。